食あるある、まあ、うちはね土日が固定の休みですから、そこは安心して働いてもらえると思いますよ。ありがとうございます。すごく助かります。今の会社さんだと休みは不定休？そうなんですよ。休む予定の日に急に出勤になっちゃったりして。頑張って働いていたんですね。この業界に対する情熱は誰にも負けたくなくてずっと頑張ってきました、うん、情熱的すぎたのか私の下についた後輩ほとんど辞めちゃって。え？ああ、ま、それはねとってもお仕事に熱が入っていたんですかね。聞き上手な面接官に安心して余計なこと喋っちゃう。お仕事への情熱強すぎると。あ、いや、あの情熱そんなないです。全然ないです。情熱、情熱ないんですか？いや、あるんですけど、その ありすぎると。あ、いい、あ、